ちは。今日は自宅でできる初めてのダイエット動画をお送りします。今回は自宅でできるトレーニングを無料でご紹介します。この運動を週に 2,3 回することによって体が引き締まっていきます。まず準備するものは、ペットボトルの2リットルのペットボトル2個と、あと水分補給のお水、タオルを準備してください。ペットボトルの重さは自分の体力に合わせて用意してください。じゃあ、トレーニングに入っていきます。トレーニングのポイントは、ああ、きついなと思ったところから、だいたいあと2、3回、あとちょっとだけ無理せずに行うと、より効果が出ます。体に痛みがある人など、健康状態が問題ある人は、運動を行わないでください。で、はじめに、まず胸の運動からいきます。ここの、バストアップになります。ここの肉を取りたい人は、この運動、すごい頑張ってください。あなたの横幅、右に手をついて、こんな感じでゆっくりと置いていきます。せーの、1、2、当たるときに息を吐くと効果的です。3、で呼吸が分からなくなったら呼吸を続けてください。4、前から見るとこんな感じです。5、6、7、8、9、回数はあまり関係なしに自分の限界までいってください。10、きつくなってきましたね。11、12、13、しっかりと胸を意識して。14、15、16、17、18、あーきつい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 、19、20、いける人はまだいきます。21、22、こんな感じできついとこまで頑張ってください。次、背中の運動いきます。ペットボトル持ちます。で、背筋をまっすぐ伸ばして、ふっとお尻を突き出してゴリラの体勢。横から見るとこんな感じ で前から見るとこんな感じ。これも背中を使っていきます。横に上げて、最後にぐっと肩甲骨を寄せます。ゆっくりと背中の力が抜けないように落として2、そう、背中意識してくださいね。3、これも上げるときに息を吐いてください。4、背中の肉取りたいところ頑張ってください。5、綺麗な背中になって姿勢も良くなります。6、そう、背中意識して。7、背中。8、横から見るとこんな感じです。9、腰反りすぎないように気をつけて。10、グッと上で胸を張ります。11、12、13、14、15、16、17、
元気ですか。18、しっかりと背中の力を抜けないように頑張って。19、20、いける人あと2回いきましょう。1、2、頑張りました。じゃあ次、肩こり解消の運動いきます。肩の運動です。お腹にしっかり力入れて腰反らないようにして、肘の上に拳が来るように持って、ここからぐーっと上に反対します。ゆっくりゆっくりと耳の高さに下ろして、2、これも上げるときに右吐いてくださいね。3、5、6、7、今日は動かし方を丁寧に、8、覚えるように動かしてください。9、熱くなってきましたね。10、11、12、13、14、肩をしっかりと意識して、15、スマホなどパソコンなどしている人はここをしっかり動かしてください。16、17、18、19、20、はい、頑張って、あと2回。1、2、はい、頑張りました。皆さん、きつくないですか？頑張ってますか？できる範囲で、きついところまで頑張ってくださいね。次、二の腕を運動いきます。できる人は片手で、ね、できない人は両手で、両手の方は肘をぐっと近づけて上に高く上げます。せーの、1、2、3、肘が前に出ないように気をつけて、4、そこから見るとこんな感じです。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、二の腕細くしたい人は二の腕しっかり意識して、15、勢いはつけないように、16、ここの筋肉、ここの筋肉をしっかり使って、17、18、ここです、ここ、19、20、あと2回いきます。1、効きましたね。ちょっと水分補給します。さあ、次、足の運動いきます。スクワットいきましょう。できる人
この重りを肩に届くです。で、肩幅よりはちょっと広く、かかとに少し体重を乗せてゆっくり降ります。これも降りるときはゆっくりと降りて、息吐きながら上にぐーっと膝意識してくださいね。膝、つま先と一緒の方向に曲げる感じです。3 4、今日は筋肉部位にしっかり力が伝わるように、5 6、筋肉を感じて動かしてください。7 8、よく感じるとこんな感じです。9 10 11、熱くなってきましたね。12 13 14 15、これ一番後ろを動かしてる大きい筋肉です。太もも。16 17 18、膝伸びきらない方がよく効きます。19、いいですねいいですね。20、まだいける人はどんどんいってください。21、太もも太もも。22、23、いいっすよいいっすよ。24 25、頑張りました。さあ次はこの太ももの裏側とお尻の運動をいきます。上向きで寝転んで、膝が90度曲がるぐらいで、ポイントはかかとを床に押し付けて、ちょっとお尻側にキュッと引く力を入れると、この太ももの裏側に力が入ります。ふっとかかとをお尻側に引き寄せた状態で、キューッとしっかりお尻を上げて、ゆっくりとギリギリまで下ろします。2、キュッと上に上げて、ゆっくり下ろします。3、お尻ともも裏にしっかり力を入れていきます。4 5 6、ここ、お尻ともも裏。7、お尻の運動です。8、太もも細くなります。ここのもも裏意識して、9、ここに力がしっかり伝わるように、10、ストレスとこう、11、12、綺麗になりますからね、13、いいですよ、10、15、ぎゅっとしっかり上げて、16、きつくなってきましたね、17、18、19、20、あと2回、1、2、次、小尻の運動さらにいきます。横振りです。体しっかりまっすぐして、ここの骨盤の傾き、きっとまっすぐ立てて、後ろに傾くとお尻の横に効かないんで、きっとまっすぐ立てて、ここから上に上げます。せーの、1、足を遠くから上げる感じで、2、
しっかり呼吸を続けて、3、4、5、6、いいですよ、7、お尻の横を感じて、8、9、10、11、12、13、14、足を遠くから上げる感じで、15、16、17、18、頑張って、19、20、はい、よく頑張りました。次反対の足もいきます。効いてますか、お尻の横。はい、足伸ばして、この腰をまっすぐ立っていきます。せーの、1、足を遠くから上げて、このお尻の横に効かせてください。2、しっかり膝伸ばして、3、4、5、6、8、9、10、11、お尻の横をしっかり感じて、12、この骨盤まっすぐと、13、14、15、16、17、18、さあ行きましょう、19、きついきついきつい、20、あー、頑張ってます。あ、次腰痛い人これやめてくださいね。背中の運動いきます。手を横に、で、息吸いながら、これは息吸いながら上がってくださいね。ここから息吸いながらスーパーマンのように上がります。1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、背中とお尻、16、17、18、19、ありがとう、20、2球以上は続けてください。さあ、ふくらはぎの運動いきます。拳1個分足の幅開いて、壁とかに手を添えます。ここから上にギュギュッと上がります。背伸びします。せーの、1、下ろすときゆっくりとギリギリまで、2、3、
9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、OK です。よく頑張りました。最後、ウエスト引き締めの運動です。これ腰痛い人は足ついて行ってください。後ろに倒れ気味で、心の中をキュッと丸めて、肩に手を膝揃えて左向きます。せーの、1、お腹ねじって、2、3、ウエスト引き締めです。4、5、6、丁寧にお腹に引かせて、7、8、9、膝もしっかり揃えて、10、11、12、13、14、15、16、17、お腹意識して、18、19、20、頑張りました。こんな感じでトレーニングしっかりしていきましょう。しっかりと水分補給と汗拭いてくださいね。で、 YouTube をご覧の方は YouTube のチャンネル登録をお願いします。で、 Facebook でのページをご覧になられる方はいいねボタンを押してください。あと、ホームページやブログなどから有力な情報も発信してます。では皆さん、トレーニング頑張ってください。